スーザン・マグダレイン・ボイルはイギリス、スコットランド出身の歌手。スコットランドエディンバラ近郊の町ブラックバーンで9人兄弟の末っ子として生まれる。両親は共にスコットランドのマザーウェル出身だが、先祖はアイルランドドニゴール県を由来とする。父のパトリックは、モトリック軍公兵総長の交付で、対戦で PTSD をあずらい感情のコントロールができず、 しばしばスーザンに暴力を振るっていた。その傍ら、歌が好きでパブのアマチュア歌手としても働いており、戦前は軍のヤンホー司会に入ろうとしていたこともあった。また、タイピストの母ブリジットはかつて教師志望であり、母のピアノに合わせて家族で歌うという音楽の教養豊かな少女時代を過ごした。学習障害はあり、学校では同級生のみならず、 教師からもいじめを受けていた。両親と一緒に生活をしていたが、父親が1997年に亡くなった後、母親の面倒を見ていた。2007年に母親が91歳で亡くなった後は、猫のペブルスと一緒に暮らしていた。なお、障害については、2013年12月9日の CNN のニュースで、昨年にアスペルガー症候群と診断を受けたと告白したと、 報じられている。子供の頃は、バカな数字と呼ばれ、いじめられ続けていた彼女は、脳に障害を負ったと思ってきたが、IQ は平均以上で、対処可能なアスペルガー症候群だと分かり、ほっとしたという。しかし他人とコミュニケーションを取るのが困難な場合がよく、あり、気分が激しく変化しそうと感じたら、その場を離れることにしているという。パニック、憂鬱になれば、 一旦人前から離れ一人になる。そして落ち着いたら戻ってくる。これが彼女の対人関係対処方法だという。生前の母親の助言から2009年に歌を披露することを決意したことが彼女の人生を一変させることになる。2009年12月24日、NHK は同年大晦日の第60回 NHK 紅白歌合戦にゲストとしてと発表し、 初来日で出演し、夢破れてを歌った。2010年4月1日には、読売日本交響楽団の日本武道館公演に、ゲスト出演して、夢破れてをはじめ5曲を歌い上げた。2012年3月、資生堂の美白化粧水、白の CM において挿入歌を担当。オリジナルの CM 曲歌唱は、世界で初めてである。 スーザンは2009年4月11日に放送されたイギリスの素人オーディション番組ブリテンズ・ゴット・タレント第3シーズンの初回に出場した。舞台に現れた彼女の垢抜けない外見や審査員の質問に突っかえながら答える姿はいかにも素人臭く将来の夢を聞かれてミュージカル女優のエレイン・ページのようなプロ歌手になりたいと答えた時には観客席から失笑も上がった。 しかし、ミュージカル、レミゼラブルの挿入歌、夢破れての最初のワンフレーズを歌う彼女の歌声が、会場に響くと審査員は目を丸くし、観客は一瞬息を呑んでから総立ちになり、彼女に割れるような喝采を送った。会場は、スタンディングオベーションとなり、審査員は3人全員が、イエスの札を出し、最高の賛辞を送った。この番組の模様が YouTube などの動画配信サイトに、 転載されると、9日間で1億回を超える視聴回数を記録し、全世界から注目され、さらには NHK など日本メディアにも報じられた。その週のうちに、アメリカ CNN の人気番組、ラリー、キングライブにも出演し、CD デビューの話も進められた。中年女性のシンデレラストーリーへの興奮は国境を超え、時代の社会現象のレベルに達している。 世界的な反響に伴い、スボという愛称もついた。また、番組内での、独身でキスをされたことも一度もないという発言が、注目されたが、その後の取材で、あれは冗談よ。いまいち人心だということを大げさに言っただけよと、笑って答えていた。また、スーザンが、ネット上で話題になったことにより、1999年に、 学校で販売したチャリティ c d にボイルが収めた歌声も発掘された。曲目は暗い目 A リバーで、その完成度の高さについて、ニューヨークポスト紙は、もはや一発屋の域にはないと論評している。このチャリティ c d は、当時1000枚しかプレスされなかったため、貴重なコレクターズアイテムとして、注目を集めている。一方でキリテカナワは、すぐ消え去る。 創造シースター意見を求められることを、私はクラシックの歌手であり、ヒューズドンと消え去るようなものではない。興味はないと酷評している。2009年5月24日、同番組の準決勝でミュージカルキャッツのメモリーを披露し、視聴者投票による1位で通過し、5月30日の決勝進出枠を勝ち取る。2009年5月30日、 それまでにない角の緊張もあってか、同番組の決勝で予選と同じく、夢破れてを披露するも2位に終わり、ダンスグループ、ダイバーシティが優勝した。優勝者が発表された後スーザンは、最高のパフォーマンスが勝ちましたとダイバーシティを、称賛した。2009年8月には、デビューのために、今までのトレードマークであった髪型を整え、ロンドン西部に移住した。 2010年7月に新作曲のデュエット相手を全世界を対象にしたネットオーディションスーザンズリサーチを開催した。応募方法は自身の YouTube チャンネルに清子の夜を歌い動画投稿するというもの。コンピレーションアルバム。ありがとうございます。